プロゴルファーの道を辞められて、はいはい、でそれがおいくつぐらいですか辞められたの。21、そうですね、21、2ぐらいですね。でラーメンを始めたのは、37とかですね。だってそこからだって14、5年ありますよね、はい、その間ずっと家で作るんです。お客さんに怒られて、こうじゃこんなまずいじゃん来ねえよみたいな、一回閉めて、もうやめようだからと思ったんだよね。皆さん、いつもありがとうございます。どうも。今日はですね、はい、ミスターラーメンですよ。はい、こちら、カンナナで伝説を作った男、はい、20年前ぐらいですかね。21年前、昼と夜の顔を持つ男、そう、カンナナの、ね、伝説と言われたミスターラーメン、はい、前島社長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、はい、すいません、じゃあ前島さん、はい、自己紹介の方から、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。2000年に、東京神奈川で世田谷という名前でラーメンをオープンいたしました。ラーメン世田谷の前島でございます。ありがとうございます。ね、ラーメン YouTube、ラーメン侍ですね、最近ちょっとやっております。あ、はい、そうですよね、はい、あれね、俺知る限り、はい、他のラーメン屋さんも結構、はいはい、あの YouTube 始められた方って結構いらっしゃったんですけど、はい、あのきちっと、まあ、きちっとっていうか、はい、まあ、他の方もきちっとやられてましたけど、まあ、1万人超えて2万人超えてくるような、はい、あの YouTube のチャンネルやられたのって、はい、多分そこまできちっとやられたのって多分ラーメン侍さんがラーメン業界で初めてなんじゃないかなと。そうですね、まあ未だに続いてるという、ね、ね、そうですよね、はい、その後ついたボックスに書かれました、ね、いえとんでもないです。マジでさすがです、勉強させていただいて、すみません、ありがとうございます。じゃあ下にせっかくなんで、はい、ここら辺に、いや、はい、概要欄に、はいはいはい、ぜひ概要欄にあのラーメン侍さんもよろしくお願いします。載せとくんで、ぜひそちらもご覧ください。はい、世田谷といえば、はいはい、もうミスターカンナナ。ミスターカンナナってなんか偉い、ね、狭いですね。狭いですね。最初はミスターカンナナだったけど、はい、今となってはもうミスターラーメンと言われるぐらいまで成長されたっていう。はい、そういうことで。成長してるかどうかわかんないですよ。いやいや、僕の中では成長してると思わないですけどね。そうなんですか。はい、だってすごいじゃないですか。あのラーメンも、あの当時前島さんが初めてですよね。はい、あのなんだっけ、調味料を使わない。ああ、ラーメンゼロですね。ラーメンゼロ。そうですね。はい、ああいうことや。あんなバカなことばっかしやってました。いや。それとか、あとやっぱり初めてラーメン屋さんでも昼と夜の顔が二毛作でやるっていう、はいはいはい、ああいう発想とかも、はい、まあね、どんなところからそういう発想が出てきたのかっていうところとか、はい、まあ、世田谷の前島さんの成功の秘密っていうのを、はい、今日はいろいろお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、まずはこれどなたにも聞いてるんですけども、はい、例えばその子供の頃、はい、前島さんのお子さんの頃ってどんなお子さんだったのか。幼少期ですか。幼少期、まあ、四国でしたっけ。そうですね、まあ、東京と高知、両方こう、そうなんですか、はい、転校したりして、はいはい、両親があの離婚したん で母親の高知に行ったって感じですね。で一応高知出身にはなってますけど、あ、す、はい、東京での、時期もありました。あ、そうですか、はい、まあ、どんな子供かといえば、昆虫好きのいたずらっ子ってことは、これから昆虫ラーメンとかもありえるわけですか。それはないですね。あれ僕はまだ必要ないと思う。あ、そうですか、はいはい、あ、昆虫好きの、じゃあ昆虫好きの、そうですね、いたずらっ子でよくあの先生とか親に怒られてますよね、はい、で悪いことばっかりしてたんで、もぐさをね、よく据えられてる、お母さん、まあ、もぐさ知らないです。もぐさって、もぐさって昔いたずらっ子にこうお灸を据える、お灸を据えるの、そうそう、お灸です。お灸をよくやられたんですよ。こういうところに置いて、そう、熱いですよ。で、こう火つけられて、じっとして、うーってなって。それをしょっちゅうやられてます。え、でもそれ今だったら大変な話ですね。いやいや、今だったら大変。あの当時はね、昭和40年代ですから。しょっちゅう、まあ、そういうやんちゃな、ちょっと、はい、まあ、やんちゃですね。子供時代を送って、はいはい。で、高校までは、じゃあ高知ですか。高知ですね。なんか部活とかやられてたんですか。いや、野球とサッカーと、ええ、まあ、適当にやってましたけど、ね、あ、そうですか。そんな本格的ではないです。へー、でもそっからなんかちょっと噂っていうか、はい、まあ、ゴルフなんかもたまに行かせていただいて、はいはいはい、なんかプロゴルファーを目指されてたみたいな。そういう時もありましたね。それはじゃあ高校の時に部活でやったとかじゃないですか、はい、いや部活じゃないですね、うん、もう全くもう20歳ぐらいの時ですから、ね、あ、へー、まあ、その当時付き合ってる子がいて、ええ、まあ、あの金持ちだったんですよ。はい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 、お嬢さん、女の子が。でほら、なんか仕事もしっかりしてないと
はい、嫁にくださいなんて言えないじゃないですか、はい、だからなんかちょっとちゃんとした仕事について、あの挨拶に行かないといけないなと思ったんです、嫁にもらいにね、はい、そこでプロゴルファーになろうと思って全然逆、それが逆だちょっと何言ってるかよく分かんないちょっと何言ってるか分かんないですけど、はい、僕の中では、こうね、一流のプロゴルファーになって、嫁さんにくださいって言ったらもうすっごいいいじゃないですか、ぜひってなる、かっこいいですね、そう、はい、そうバカみたいなことなったらですけどそしたら、はい、僕研修生として行くじゃないですか、はいはいはい、そしたら彼女に、はい、そんなブラブラしてる人は嫌がって振られたんですまあ、はい、でしょうねでしょうね、でしょうねで全てがなくなって本末転倒みたいな、じゃあちょっと高校卒業してからは何をやられてたんですか、何やったのかな、あ、レストランでバイトしてましたね、バイトっていうか働いてたのかな、はい、調理場ですか、はい、それがだからその彼女の実家だった、はい、で働いてて、でまあ彼女が東京に来るって、あ、こんな話いいのかな、ですか、はいはい、彼女が東京に来るって言って、はい、で僕もついて東京に来て、東京で親父がうなぎ屋やってたんで、はい、でうなぎ屋で、はい、親父に、で、あの使ってくれって言って親父の店で働いて、それでうなぎを毎日さばきます、あ、じゃあ今でもさばけるんですか、いや、できますね、包丁は、で、ね、串刺し焼きかな、全部一通りやってます、お親父さんって前島さんの実のお父さん、ね、はい、実のお父さんが彼女じゃなくて、あ、彼女じゃなくて、彼女のお父さんはそのレストランを経営してた、コーチ、あー、なるほど、幅広く、はい、でその彼女が東京大学に進学するということで、僕も一緒に来たんですよ、辞めてね、なるほど、研修生辞めて、そう、研修、あ、研修はその後です、あ、そうなんだ、はい、でも前島さんのお父さんってうなぎ屋さんだったんですか、うなぎ、割烹料理屋、フグとかね、どの辺で、池袋の西部から出て一番街っていうところあるんですけど、はい、あの高瀬って大きいパン屋なんですけど、その裏でやってます、へぇ、 今はないですよ、はい、じゃあ元からそういう飲食のなんかこうあれはあったんですね、自分で、うん、そうですね、まあ飲食好きでしたね、その頃から、じゃあそれでお父様のところでこううなぎ、はい、やってて、やられて、はいはい、でそこからはこうどういう、そっからだからやめて、まあ、バックレたんですよね、バックレた、お父さんの店バックレってあります、はい、まあ、けど合わなかったんですよ親父とその時は、だからそれもあって飛び出して、うんうん、でさあこれは仕事がないからどうしたもんかということで、考えた末に、プロゴルファーになろうと相当考えましたね、まあそれも1年で辞めたんですけどね、全然もう、でも逆に言ったら1年しかやらなくてこんなに上手なんですか、いや、下手だから辞めたんですよ、だから上手くなったのは最近ですよ、本当、あ、そうです、趣味でやりだしてから、やっぱゴルフはね、あえて楽しくやるのが一番だな、はい、そうですね、そうです、たまになんかミスショットしてもらってますけど、はい、あれも性格ですじゃあそれで研修生やめ、研修生というか、まあ、プロゴルファーの道をやめられて、はいはい、てでそれがおいくつぐらいですか、やめられたの、21、そうですね、21、2ぐらいですね、はい、そっからは、そっから、結局それでフラフラしてるっていうのは彼女に振られて、振られ、はい、それで僕も引っ越して、その時板橋で住んでたの、はいはいはい、それから世田谷区に引っ越したんです、 おそれでなんか昔ペンキ屋のバイトやったことがあったんで、はい、でペンキ屋に入ったんですよ、はい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 、探して自分で、はい、でそこで何年か働いて、はい、そこからこうラーメンに興味持って、ペンキ屋さんやりながらちょっとやりながら、そう、あの同僚といつもこう夜とか遊びに行ってて、はいはい、でその、まあ、昔で言ってディスコですよね、よく行ってたんですよ、はい、その帰りにラーメンを必ず食べて帰るっていうパターンで、はい、その当時もラーメンっていろいろこうジャンルができて、背脂ラーメンとか、はいはいはい、ラーメンってすごい奥深いなと思って、そこでこうラーメンにハマっていったんですよね、はい、ってことはでもそれってまだ23歳とか、そう、23、4ぐらいです、3、4ぐらいですね、はいはい、で、そっからもうラーメンを食べ歩くことにこう興味が出て、はい、で、それから今度自分で作るようになったんです、それはペンキ屋さんで働きながら、そうです、へー、ちょっと自分で作ってみようと思って、そっからこうなんか楽しくなっちゃって、はい、で、友達とかにも食べさせたりとか、はい、すごい美味しかったんです、で、こう行列のしてるお店なんかも行っても、いや自分のラーメンの方が勝ってんなとか思って、これやっぱ自分が今度感動することから感動させる側になろうと思って、はい、それでラーメンやろうと思ったんですよ、で、それはじゃあ何歳の時に独立されたんですか、でラーメンを始めたのは、37とかですかね、だってそこからだって14、15年ありますよね、はい、その間ずっと家で作って、
え、ペンキ屋さんやりながら？やりながら、はい。食べ歩いたり、家で作ったりして研究してました。じゃあ14、15年の歳月をかけて。そう、もうザ・セミみたいな地下にいるのは長かった。いやいや、上から出てからも長いじゃないですか。何度か飛んでますけど、すごい話。一般的に見るとちょっと遅めの開業、遅咲きですよ、ね、今の、ね、ラーメン業界から見ると。もう大体みんなさんがもうね、ある程度成功してるぐらいの年から始めてるじゃないですか。でもそこから37歳から独立されて、カンナナで歴史を作ることになるわけですけれども、まあ、歴史というかね、あの時代が違いますよね、今とね。そうですか。まあ、大体もうラーメン屋ってなんか変わったことするとパンとね、マスコミが取り上げられてくる。まあ、そういう時代でしたね。まあ、それでね、まあ、行列ができる。でもとはいえ別に特別変わったことでもはされてた、まあ、先ほど言ったその二毛作とかね。そっかそっか。あとその二号店目は同じ屋号じゃなくて、いろいろ豚骨とか、まあ、味噌とか、まあ、いろんなお店にチャレンジして。はい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 。でもその1軒目をまずそのやられるときに、カンナナのあの場所を選んだっていう、例えばこれ見てる方って結構これからラーメン屋さんやろうとか独立しようとかってこう志してる方とかっていろいろ見てくださってると思うんですけど、そういう方のこうなんか参考になればと思うんですけど、なぜ1軒目あの物件を選ばれたんですか？参考にはならないと思うんですけど、まあ、場所ってあの当時も縁だったんですよね。はい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 。僕もそれまでラーメンやりたいのと漠然とずっと思ってましたけど、どういうとこで出したらいいのかとか、お金はどうしたらいいのか、そういう知識は全然なかった。はいはいはい。ただやりたいやりたいだけだったんで、その先へ進めなかったんです。はいはい。でそのたまたまその職場でガラス屋さんが、あのうちの物件を今度焼き鳥屋さんに貸すんだなんていう話をしてたんで、僕その場所分かってたんで、今の本店の場所ですから。はいはいはい。で、あ、ここがあれかなと思って、じゃ僕に貸してくださいって言って、焼き鳥屋さん断って僕に貸してくださいって。でまあほらずっと食の仲間だったから、はい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 、だいいよって。それで借りたんですよ。だからそういうきっかけがあったからですね。でも意外と戦略とかそんなことよりも、はい、やっぱ人と人の縁とか、はい、そういうので決まっちゃってる創業者の方ってやっぱ話聞いて多いですね。最初はそうですよね。そうですよね。最初は知恵がないですもん。最初はどういったところでやったら売れるとかね。もう決めた根性しかないですもんね。もうそれしかないですよ。あともう流れですよね。巡り合わせなんですね。まあ、僕の場合そうでした、ね。でちなみにこれもちょっと参考になればなんですけれども、あの1軒目ってやっぱお金かかるじゃないですか、はい、その開業資金っていうのは、はい、貯金がねあったんですよ。あ、じゃあペンキ屋さんで働きながら、はい、そうです。まあ、働きながら自分でやってたんですけど、ペンキ屋で働いてすぐ独立したんです。ペンキ屋、親方。なるほど。そう、親方だったんです、はいはい、でそこである程度の蓄えがあったんで、はい、それプラス、まあ、蓄えっていうのも500万ぐらいですよ、はいはいはい、でプラス高校から借りて、あ、高校、はい、それでまあ大体800万ぐらいの予算で始めました。はあ。でこう内装は自分で決められたんですか、それともなんかこう誰かが、もうあのほら僕そういう仕事してたんで、あ、そうみんな同じ職の仲間で、はい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 、大工さん頼んだりとか、うん、でペンキとか自分で塗ったりとか。あ、そうなんだ、はい、それで結構安く上げて、へえ、はい、それでお店は出来上がるじゃないですか、はいはい、で問題も味も家で作られてたから、はい、ある程度はできていると、はい、そうするとあとはスタッフを揃えなきゃいけないんですけど、はいはい、そのスタッフに関してはどうやって、スタッフは最初の弟とやってましたね。2人で、であのその時 おふくろも高知からこっちに引き上げてきてたんで、おふくろにも手伝ってもらって、あ、まあ、家族経営です。3人で、はいはい、へえ。それ何年ぐらい家族で、ご家族でやられた？家族でやったのはやっぱ2、3年ぐらいですかね。2年ぐらいかな。弟は結局なんかあのきつくて、やっぱラーメンがね、ちょっと途中でリタイアして、ま、前島さんがきつくてじゃなくて僕は優しいお兄ちゃん、はいはい、そうです。それでまあ弟がいなくなり、ええ、人を雇わなきゃいけないなっていうので、ええ、おふくろが近所のコンビニで、ええ、の店長かなんかを引き抜いてきたんです、完全に。すげえ、すごいお母さんですね。すげえ、そんなことあります？この子近くの、ね、コンビニ働いた子だけどどう、はい、みたいな感じ、最初はそんな感じでしたね。求人の、ね、出し方も知らないしね。確かにそうですよね、最初は、まあ、そういう感じでしたね。で、あのお店っていうのは開けて、はい、もうすぐに軌道乗ったんですか？いや、乗らなかったですよ。どれくらいかかりました？最初ね、あのラーメン世田谷じゃなくったんですよ。平麺よさこいっていう名前で、こんな平打ちの麺と、はい、あともう魚介系をがっつり効かしたラーメンでやってたんですよ。それは高知の味なんですか？高知、僕北方ラーメンが好きだったんで。あ、なるほど。北方って平打ちじゃないですか、はい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 、でちょっと魚介効いてますよ、はい、あれをもっと5、6倍にしてやろうと思って、
とんがって、はい、とんがらしてやろうと思って、それで始めたのがひらめんよさこいって店で、はい、すごい美味しくできたんですけど、やっぱほら営業って長い時間営業しないといけないんですよ、はい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 、で僕はほら一発で作っていいとこで食べて終わりじゃないですか、自分の家で作ってた時は、うんうん、だからそこがねなかなかうまくいかなかったんです。なるほど。で劣化しちゃってね、はいはい、酸化して真っ黒いスープになって、うん、それでも分かんないって出してたんで、うん、お客さんに怒られて、こうじゃこんなまずいじゃん、来ねえよ、それでからちょっとね落ち込んじゃって、うん、で一回閉めて、はい、もうやめようかなと思ったんですよ、ラーメンね。あ、難しいな、やっぱそんな甘くなかったっていう、はいはい、で一時その店閉めてまたペンキ戻ってたんですよ。へえ、そうなんですか。けどやっぱ十何年間こうほらやっぱラーメンに対する夢を持ってたわけじゃないですか、はいはいはい、ここでねこんなちょっと一個の失敗でね、うん、やめちゃいけないな、もったいないなと思って、もう一回仕切り直しして、もう営業ね10時間ぐらいでも変わらないぶれないようなラーメンをもう一回研究し直して、ほんで地元の人に愛されるっていうことで世田谷っていう名前で採用。なるほど、はい、そこが人生のもう分岐点だったわけですね、はい、そうです、ま、そこでやめてればね、ね、はい、今どうなってるか世の中にないかも。まあ、分かんないですもん ね分かんないです。じゃあそれで世田谷でオープンして、はい、どうだったんですか結果は。あ、最初はね、そんなうまくいかなかったんですけど、はい、まあ、けど徐々に徐々に良くなって良くなっていって、やっぱ美味しかったんで、ね、自分で言うのもなんかあるってことですね、はい、でソースで、まあ、ある程度になって軌道乗りますよね、はい、で2軒目ができるってタイミングがあるじゃないですか、はいはい、その2軒目ができるっていうタイミングは、はい、どのタイミングで自分で決断されたんですか。まあ、2軒目というかまず二毛作がありましたので、あ、二毛作、昼と夜変えて、これは塩ラーメンやりたいと、はい、けど2号店目やるお金がなかったです、はい、人もいないし、はい、その時は夜しかやってなかったので、うん、昼空いてたんで、はい、まあ、この昼の空いてるところで塩ラーメンをやろうということで二毛作にしたんです。でも普通はですね、はい、昼は塩ラーメン出して、はい、夜醤油ラーメン出そうってなったら、はい、別に屋号変わんないじゃないですか、はい、でも前島さんの場合は昼を昼顔っていう名前にして、はい、屋号を変えてやったっていう、日本で初めて、はい、僕は知る限りかなと思うんですけど、やっぱ塩ラーメン専門店やりたかったんですね。ただほらスープベースでね、返しだけ変えて塩ラーメン、あ、醤油ラーメンとかやってるお店ありますけど、ああいうんじゃなくてちゃんとした塩ラーメン専門店をやりたい。じゃあそのためにはもう屋号から変えて本気でやってんだよっていうの。丼から全部、そう、仕込みも全然違いますよ。それ相当大変ですよね、はい、だって。そうですね、けどまあ大変は大変ですけど、その時1店舗しかなかったし、まあ、自分もこう楽しみながらやってたんで、全然その苦にはならなかったです。じゃあそこで昼顔ができました、はい、でそこからいよいよ別のところに店舗ができるっていう、はい、このタイミングはどこでこう、はい、昼顔の2号店目が新宿か、あ、新宿御苑ですね。あ、今、はい、あのつけ麺屋さんで、今桃の木って呼んでます、ね、桃の木さんですね、はいはい、あそこが2号店なの。あそこが2号店です、昼顔の。へ、はい、そこから、品川の品立っていうのが当時あって、今ないですけど、はいはいはい、あそこから声がかかって、そこが3店舗目かな。っていうのは、僕も例えばその 1軒目やってた時から2軒目を出したタイミングって、はいはい、僕の場合は自分の店の目の前が空いて、はいはい、他のラーメン屋に入られたらどうしようっていう、その恐怖心から出さざるを得なかったんですよ。だけど前島さんの場合はそこになぜ出店することになったのかってい う、 こう、はい、経緯みたいなのがあるんですか。その今タケちゃんが言ったパターンもあります、はいはい、そのパターンは僕、4号店目福森ですかね。あ、福森はその斜め前に、あそこ東池袋大正圏だったんですけど、はい、そこが撤退して、うん、他のラーメン入られたら困る、やばいな、恐怖心です。そこはそうなんですけど、まあ、2号店目の新宿の場合は、ね、まあ、ただ昼顔の2号店目はやりたかったんです、はい、これを多分専門店として独立したお店でやりたいと思います。なるほど、はい、それで物件を探してて、うん、ちょうど何にも周り何にもない公園のポツンとあって、はいはいはい、あ、ここになんかポツンとラーメン屋さんあったらなんかいい感じだなっていう雰囲気だよね。もう自分でその直感的に、直感で、はい、へ、じゃあそれでやられたと。それで、はい、であそこもある程度もうすぐ、はい、そうですね、よかったですね最初は、はい、でそこから品立つ行ったわけですね。品立つから声がかかる。品立つはすごかったですよね。あそこはね、ああいうラーメン集合施設の中でもトップクラスのレベルでした。やばかったですよね、はい、あれぶっちゃけピークどれくらい、はい、月で1500万ぐらいです、ね、はい、あそこはまあ全体的に良かったんじゃないですかね。今もやっぱありますか。今ないです。あ、開発でなくなっちゃった。残念ですね。でじゃあ3軒4軒と出していって、はいはい、何軒くらい今は。今はね、けど少ないですよ。海外合わせても20軒ぐらいしかないですからね。でも増えないですよね。20軒。けど僕はあの閉店した店が44店舗あるんです、ね、初めて聞きました、はい、それ。あ、そうです。で、なくなったブランドももう10近くあるんです。
いろいろやったんですよね。チャレンジャー。だから失敗の方が多いんですよ。皆さんなんか成功者みたいに言われますけど、どっちかというと失敗者。いやいや、でもその失敗を成功に変えてるから今があるわけですもんね。だ結果成功者、まあね、だと思うんですけどね、そういう方って。まあ、潰れてはないんでね。いや、ニューヨークは最初はすごかったですね。5、60人ぐらい並んでた。向こうの人もほら調子に乗るわけですよ、パートナーも。内緒で2号店目、3号店出したんですか、ネタがやってる名前で。そうそう、すごいな。で、僕ともう一人社員で日本から乗り込んでいって、ヤクザ。ヤクザじゃないです。